人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。アメリカのワシントンポストと ABC テレビは5月7日2024年大統領選挙でジョー・バイデン80歳とドナルド・トランプ76歳前大統領と争った場合の投票先などを尋ねた世論調査結果を発表しました。バイデンに票を投じると回答した人は、絶対にと多分を合わせても38%にとどまり、トランプは 44% ということで、6ポイント差でトランプが勝利する結果となりました。バイデンの支持率は 36% で、2021年1月の大統領就任以来最低です。不支持率は 56% で、今年2月の調査から3ポイント増えています。そのバイデンよりもさらに人気がないのが副大統領のカマラ・ハリス58歳です。彼女の資質に共和党が焦点を当て始めています。史上最高齢のアメリカ大統領であるバイデンが仮に再選され、任期途中で退いた場合、引き続きコンビを組むハリスが大統領に就くためです。共和党の大統領候補指名を争うニッキー・ヘイリー元国連大使、彼女は51歳ですけれども、4月下旬 FOX ニュースの番組で、バイデンに投票するならハリス大統領を頼りにすることになる、バイデンが86歳まで続けるとは思えないと指摘し、ハリスの資質に懐疑的な見方をにじませました。アメリカの憲法では大統領の辞任、役職、名職ですね、名職、あと死んだ場合死去や、職務遂行能力を喪失した場合には副大統領が大統領を継承すると定められているからです。共和党のテキサスのテッド・クルーズ上院議員も、ハリスの資質が今回の大統領選挙で主要な論点になるはずだと指摘しました。ハリスがロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席と対立するのを想像できるかと、外交安全保障への対応に疑問を投げかけました。共和党は従来大統領選挙の本選で争う可能性が高いバイデンの年齢を問題視しており、ヘイリーは75歳より年長の政治家の認知テスト導入という奇策も提案しています。ただ、共和党で本命視されるトランプ前大統領とバイデンの対決になった場合、4歳違いのバイデンを高齢問題で攻撃するのは難しくなります。そのため、高齢問題と表裏一体であるハリス大統領誕生の可能性を焦点化することにより、不安感を煽りバイデン陣営への評価を下げたい思惑があると見られます。一方、民主党はハリスを擁護しようと躍起になっています。バイデンは5月5日放送の MSNBC テレビのインタビューで、ハリスはふさわしい評価や注目を受けていない、彼女は非常に素晴らしいと持ち上げてみせました。バイデン側近のクリス・クーンズ上院議員も、歴代の副大統領と同様前向きに評価する報道がなかなかないが、万が一の場合には大統領になる準備ができていると評価しました。
ジャマイカ系黒人の父とインド系のハードの間に生まれたハリスは、女性黒人として初の副大統領に就任しました。バイデンから任された政策が移民問題や投票機会拡充などの難題だったこともあり、目立った実績は残せていません。民主党内にはバイデン政権の2期目に向けてハリスの交代論もくすぶっていましたが、バイデンは続投を選びました。2024年大統領選挙に向けては、民主党、共和党両党で複数の候補が名乗りを上げていますが、現時点での世論調査では民主党はバイデン、共和党はトランプがそれぞれリードしています。2024年大統領選挙、本当に目が離せません。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。